こんばんは、こんにちは、おはようございます。皆さん、今回は何ちゅうの壮行会とかバイクのサーキットに走るようなイベントとかに行くときに持っていったらいいなぁと自分が思ってるものを話していきたいと思います。まず普通に工具、これは簡単にカウルが外せたり、ミラーが外せたりするような工具と、もしこけた時のための工具と、簡単によく使う、その自分の乗ってるバイクでよく使う工具を持っていったらええんちゃうかなっていう気がします。と、あと割れた家具とかを、処理できるようにガムテープも必要やと思います。まあ、これはね、ミラーとか外せんかったり、ウインカーとか、ライトとかの、部分も割れて飛散したりしたらダメなんで、ガムテープで塞いだりするんで、そのためにもガムテープは必要だと思います。で、あとはタイラップ、これもこけた時用のためのタイラップっていうこともあるし、自分やったらデジカメアクションカメラとかを固定するために落下防止用にこうタイラップでくくったりするんで必要ではないかなと思います。で、あとは、あんま走行には関係ないんですけど、木だら、これは何やみたいな、ずっとつなぎで、走行時間を待ってるのもしんどいんですよ、これ意外と。人によって違うんかな。でも自分はもうしんどいんで、とりあえず着替え、つなぎを脱いで、当然インナー着てると思うんですけど、インナーでうろうろしてるのはちょっと、見てくれ的にもおかしいと思うんで、カーフパンツっていうか、ちょっとしたズボンを用意しておけばいいと思います。で、同じく普通にブーツで歩いてたらしんどいんでサンダル、これは必要だと思います。もう着替えは知れてもとりあえずサンダルがあればなんとかつなぎの上着を脱いで、うろうろはできるんでサンダルは必要だと思います。とりあえずこれぐらいですかね。これだけ持っていけば、とりあえず、走行会っていうのに参加できると思います。最悪ね、友達とかで行く場合は、トランポで、そういう走行会とかに参加する人がいる場合は、工具は、トランポの人に任して、もう、自走の時は、一切、持っていかんでも、ええとは思います。ただ、軽いんでタイラップとガムテープだけは自分で持っていった方がいいと思います。意外とね、前後のテールランプ、ヘッドライト、ウインカーとミラー、ガムテープで、蓋してると一回と量を切るんで人が書いたりすると申し訳なくなっちゃう時があるので、ガムテープとタイラップを持っていった方がいいと思います。ガムテープは丸いまま持っていかずに芯の方の段ボールみたいな紙のところをこう剥がしていくとプチュッと潰れるようになるんで、昔の峠を走ってる人だとかは全く分かんないんですけど、プチュッと潰した形でウエストバッグとか腰ベルトに通していくと本当場所も取らないんで、感じだと思います。本当にこれだけ持っていけばとりあえず楽なんではないかなと思います。まあ、今自分はつなぎも着ていかんと後ろにシートバッグに入れて参加できるようにできないか研究してるんで、またそういう対応、今まで自分がしてる用意と違う方法ができたりしたらまた動画にしたいと思います。とりあえず、今回はこれで動画をご覧させていただきたいと思います。こけないことが第一ですけど、もしこけた時のことも考えると、自分らみたいに自走の場合はね、帰ってこれなくなっちゃうんで、ガムテープ、タイラップは必要だと思います。はい、こけないのが一番ですから、それでは失礼します。成功頑張ってとか、この動画が参考になりましたとかいう人がおられましたら、チャンネル登録とか、高評価とか、よろしくお願いします。本当にちょっと最近、あれですね、チャンネル登録者さんが増えなくて、やる気がなくなってきちゃってるんで、本当よろしくお願いします。それでは、失礼します。Google のアプリが反応しよったということで失礼します。